小石海岸口駅は岩手県大船渡市にある東日本旅客鉄道大船渡線 BRT のバス停留所である。BRT 区間上に新設された駅であり、開業当初は JR 時刻表及び JTB 時刻表の本文ページでは臨時駅との記載があったが、の表記はなかった。また、開業当初から鉄道事業における駅ではないため、 JR 東日本の総駅数には計上されていない。2013年9月28日の大友駅、大船渡駅間の BRT 専用道開通に合わせて開業した。もともと鉄道時代に当駅は設置されていなかったが、松崎地区の振興会等が、大船渡市の市長に陳情書を提出し、JR に要望した結果、当駅が設置されることになった。 当初は当駅に営業キロは設定されておらず、外方の隣接駅に基づく運賃が適用されていたが、2014年4月1日に営業キロが設定された。専用道の両側に乗降場が設置されており、森方面、乗り場側に待合室が設置されている。構内は一車線のため、上下便の同時発着は不可。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は23人である。2013年度以降の推移は以下の通りである。ありがとうございます。